人民教育出版社は中華人民共和国の教育を専門とする出版社である。ISBN コードは7から107。1950年12月1日に成立され、社名は毛卓東によって記号されたものである。人民教育出版社は中華人民共和国教育部の参加にあり、中華人民共和国教育部及び国家新聞出版、広伝送局、 二重の指導を受けている。人民教育出版社は主に基礎教育の教材、その他の分類の教材及び、教育図書の研究、編集、出版及び発行を行っている。1951年より10組の全国向け小中学校教材の編集及び出版を開始した。各部門類計で3万種余りも出版し、発行総数は600億冊にも及ぶ。 1953年出版の進化辞典は発音順に配列され、そして中華人民共和国成立後に最初に発行された辞典である。1960年4月から1965年1月まで高等教育出版社と合併し、組織は10年生及び12年生の中学以上の高等教育の教材を出版した。1989年10月までは、 文化教育出版社の通称で呼ばれていた。現在の通称は家庭教材研究所であり、当小平によって命名された。初代社長及び編集長は文学科であり、教育家出版家の養成党であり、現在の社長は李主軍、編集長は女岩である。1999年には人民教育出版社のホームページを開設した。ありがとうございます。